いや、ポケモンカード結構興味あったからな。まあ、この際って感じで、ちょっとやっていきたいね、普通に。いや、おもろいよ、やっぱやると。カードゲームやっぱおもろいんよな。だよー。おもろすぎやろ、このゲーム。ない。カードゲーム、まああんまやったことない。まあ言うて遊戯王とかはやったことあるわ。おい、ゴミゲー。マイクが一回剣振るのに、振るときに何回振ってんだお前、バカか。何しとんねん。腕の力が足りてないんちゃうの、アイク。アイだって、斧をあんな軽々と振り回してねさ、お前、こんな1個の剣振り回すのに、どんだけ時間かかってんの、こいつ。腕力が足りてないんじゃないの、これ。剣じゃない、武器が悪いんじゃなくて。めっちゃでかい、なんか筋肉あるように見せかけてさ、もしかしてこいつやっぱちょっと鍛えてねえか、アイク。鍛えが足りてないんじゃないか、もしかして。俺、遊戯王世代、遊戯王やさ。デュエマとかやってないわ。まあ、ちょっとだけのやつさせても。Z ソードみたいに重い、こいつの剣。全体フレームもさ、発声もさ、この武器振り回してるとは思えないよな。スティーブとアイク。上強でもさ、ふぅみたいな感じでさ、もう相手。無理や、そんなんじゃ勝てん。まあ、アイク言うてまだスティーブいけそうだけど、まだ。剣でかいし。飛びすぎじゃね？なんかやっぱ空母はガチなんだよな。空母が一番強い。ワーズの性能の中で。空エネもガチ最強だけど、空母ガチやっぱワーズのスペック高すぎる。普通に。ああ、もう消しとくわ。でかすぎ。はい、今日。日によって調子の上下激しいんですけど、やり込み不足ですか？まあ、やり込み不足かもな。
日によって調子の上下が激しいのは大体そんなもん。正直俺もやっぱスマブラだともうあんまないけど、調子いい日とか悪い日はある、多少あるけど、そこまでない。まあ慣れてない、例えばなんかスト6とかやった時とかさすがにやっぱ調子いい悪いあるから、まあ慣れじゃないですか、ね。慣れっていうかなんか習慣じゃないですか。まああるけどね、調子いい悪い。そんなのが激しくないだけで、ありますよ。うつつき、うん、ほら、やる。オンライン最強行動。来たー。あ、タイガ。ちょ、邪魔。ドラー、大会動画メインで使うキャラなので、こういう配信で使って楽しいキャラ、スネーク。やばい、オンなのか溜まっちゃった。ちょちょちょ、ハメハメハメ。アイクの吹き感のむずいよな。むずいっていうか無理なんだよな、普通に。